です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは。堀江貴文です。何それ。皆さんこんにちは。寺田由紀です。ということでですね、今日も質問に答えていただきたいと思います。今日はスタジオテッドさんという場所からお届けしたいと思います。はい、なんとね、夏目みくちゃんが後ろそう、ライブしてます。それでは今日の質問です。以前、書店営業は効果あるよとおっしゃってましたよね。ですが、堀江さんのような有名人なら書店員さんも喜ぶだろうと思うのですが、私のように別段知名度のないものがいてもあまり相手にされない気が。割と特殊ジャンルなのですが、マニアは結構多い系のものを書いています。まだ駆け出しなので1円でも見入りを増やそうと思う、見入りを増やそうとは思っておらず、見入りより冊数が出る方がいいです。自腹でクリック広告を考えているのですが、効果ありそうでしょうか。どうせ自腹ならもっといい方法がありますかという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますけれども、はい、今日のゲストはですね、夏祭り初音鏡プロデューサーの福岡俊博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイイエイ。すごいですよね。綺麗に髪の毛が袖のちゃんと横を通ってますね。髪の毛はもう自信作で、うん、もうちゃんと物理演算ちゃんと動いてるんです。すごいわ。ホリエモンチャンネル。ということで、質問に答えていきたいと思いますが、私はこう答えました。水野啓也とか、百田直樹さんとか、無名の頃から営業されてますが、相手にされなくてもだんだん顔を覚えられるみたいですよ。特殊ジャンルならそれこそ自費出版、電子書籍だけにして利益率を重視していった方がいいですよ。クリック広告もちゃんと効果測定して改善させる意思がある、ならありでしょうね、というふうに答えました。ほう。まあ、どれぐらいクリック広告出してどれぐらいその、ね、お客さん来て売れたかどうかっていうのをちゃんと効果測定でちゃんとまめにできるんだったら別にやってもいいですけど、うん、雑誌のね、あの営業で本屋さん回ったことあるんですけど、編集長って週明日の営業で編集長なのに疑われたりすることがあってですね、はい、あ、そうなんですか。どんな感じですか。そうなんですか。みたいな、話しかけても返事してくれるの、店長がね、うん、でわざと無視してるのが分かる、うん、でも逆に本当にあの親身になってあの置き場所とか考えてくる書店さんもいて、うん、なかなかそこら辺はやっぱり人なんだなとは思う、うん、なるほど。いや、例えばだから週末がね好きな人とかだったら多分話は聞いてくれるんでしょうね、うんうんうん、ああ福岡さん来た、やべえみたいな、うん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 、超嬉しいみたいな、わかんないですよ。だからその本のファンの人とかね、書店員さんで言ったりとかすると、そっか、知名度がないことが問題ではなく、うんうん、もしそこにはまったりすると、うん、多分すごいことになりますよね。でもね、最初だとぶっきらぼうにその冷たくあしらったその店員さんはやっぱりそこあの何となく罪悪感を覚えてるはずなので、次の日ももう一回行って攻めてみたらどうかなと思うわけ。回数を重ねてね、諦めずに次の日行ったら悪いと思ってるから次は聞いてくれたりする、うん、なるほど。そっか、なんか恋愛の駆け引きと一緒ですね、うん、全くそうですね。ね、本当にね、どうして恋愛に行かせなかったかなみたいな、ね、いや、ちょっとなんで冷たいこと言っちゃったんだろうみたいなね、うん、あ、それいいかもしれないですね、うん、ということです、うん、じゃあちょっと地道に営業頑張っていただいてね。はいはい、はい、ということで、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございます。登録はこちら。ダメだ。 YouTube チャンネルもよろしくね。